名古屋市水保公園名古屋市水保公園陸上競技場名古屋市水保公園陸上競技場は愛知県名古屋市水保区の名古屋市水保公園にある陸上競技場。休憩場としても使用される。施設は名古屋市が所有し公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会が指定管理者として運営管理を行っている。当施設を含めた水保公園内に設置された 優勝で貸し出されている運動場全体の総称として、水穂運動場という名称も使用される。2015年4月1日から、名古屋市水穂区に本社を置くガス器具グ、給湯器の製造、販売会社であるパロマが命名権を取得しており、パロマ、水穂スタジアムの開催に合わせて観客席が設けられたほか、メインスタンド南端には高さ42メートルの、 マラソン塔が作られており、名古屋市内で行われるマラソン大会の監視に使われていた。1983年の昭和58年度全国高等学校総合体育大会開催に合わせて小規模の改修が行われ、この時期にマラソン塔は撤去されている。第49回国民体育大会周期大会のために改修工事を行い、 中央人員は3万人から2万7千人に変更した。名古屋グランパストは1994年の J リーグ第2ステージからホームスタジアムとした。なお J リーグクラブライセンス制度においては、中央人員は J1 基準をクリアしているが、スタンドの屋根と要便座が規定数に満たないため、グランパスに対して J リーグより改善、是正勧告を受けている。また、 グランパスの公式戦以外にも全国高等学校サッカー選手権大会愛知県大会が開催される。陸上競技では2010年まで3月に開催されていた名古屋国際女子マラソン、11月に開催されていた名古屋ハーフマラソンの発着点であった。2016年に第100回日本陸上競技選手権大会が開かれた。 その他中学通信や高校総体の県大会もこの会場で開催される。当初は 2002FIFA ワールドカップの開催時に名古屋市がこのスタジアムを会場に立候補したが、改修、増築に際して消防条例に抵触する恐れがあるという理由で、それを断念し、代わって愛知県がトヨタスタジアムを大大開催地として立候補したという経緯がある。 2006年3月2005年日本国際博覧会の愛・地球広場で使用した大型映像装置エキスポビジョンが贈呈された。スタジアムは上記の通り1982年と1994年に大規模な改築、改修が行われているが、それも30年以上が経過し、老朽化が著しくなっていることや2026年アジア競技大会では、 メインスタジアムとして使われることが想定されており、これに向けた建て替えが予定されている。名古屋市は2018年12月25日の市議会で明らかにしたところでは、2023年度の改修着工、2026年の大会前までに完成することを目指しており、資金調達を民間から提供する講義のクラウドファンディング方式で調達するとしている。 アジア大会期間中は全席、屋根付き、2層式スタンドで3万5000人収容が可能なよう仮設席を設置し、大会終了後は収容人数を3万人とする予定。この方針を受けて、2019年11月に名古屋市と名古屋グランパス8は、2021年度から水星スタジアムの全面改築工事を実施するため、休場とし、 水保でのグランパス取材試合は同年度から改築完了まで開催せず、同場の再開時期は改めて告知すると正式に発表した。国内大会国際大会北側スタンドから撮影した名古屋市水保公園陸上競技場のパノラマ。メインスタンドは全面屋根付き。照明設備はメインスタンドに屋根と一体型のもの及びサイドバックスタンドに。 鉄塔式のものを設置している。ありがとうございます。